皆さんこんにちは、ブラボーティッシュです。皆さんの中でこうスタンドバナというのはどのようなイメージがありますでしょうか？多分こう開店の、ね、お店の前にダーッと並んでるスタンドバナのイメージが強いんじゃないかなと思います。もうものすごい、ね、こう華やかなイメージですよね。今ねやっぱりそのスタンドバナってなんかあのイメージが強くて、スタンドバナイコールこう華やかなあれでしょうみたいな感じで、もう値段ありきのものだけになってしまってる感じがあります。もう値段勝負というか、いくらで送ってくださいみたいな感じですね。まあ、そうじゃなくて、あれも一種のフラワーアレンジメントなんで、お花の内容を変えたり色合いを変えればうんとこうイメージは変わってくるんですね。なので今日はこう華やかというよりはちょっとこうエレガントなスタンドバナを皆さんにお届けしようと思います。では始めましょう。はい、塗りました。ではね、正面から見てみましょう。はい、こちらのスタンドバナはいかがだったでしょうか。こう色合いが違うだけで全然こうエレガントで違うでしょう。もうちょっとこう普通に開店の前に並んでるスタンドバナとはわけが違うと思います。特にこう形が違うわけでもないんです。この色合いだけですよね。色合いだけで全然雰囲気が変わってきます。なので、まあ、最近スタンドバナ激安店とかも流行ってますけど、そうじゃなくてしっかりと自分の気持ちを伝えられるものをお送りするとさらにね効果が出るんではないかと思います。ではね、また次回素敵なお花を皆さんにお届けしたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time。 ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も楽しみにしていてください。